うわ、カレントラバース少将だ。バカ、声が大きい。ユイとスメラギ上等兵。え、カラスともに追い回されているらしいな。はい。奴らは季節外れのモスキートと同じだ。無力だがうるさい。逆に利用してやれ。名前が売れれば階級も上がりやすい。瀬戸の隊にいれば実力もつくだろう。せいぜい励むことだ。貴様には期待している。よかったな、ユイト。カレン連隊長はお前が訓練生の頃から才能を見込んでくれていたらしいぞ。え、本当ですか？ああ、セプテントリオンの訓一等から期待をかけられているんだ。しっかりやれよ。カレン連隊長からの期待って兄さん絡みじゃないよな。あの人そんな人じゃなさそうだもんな。やばい、嬉しくて顔がにやける。それじゃすまないが、渡るに会って報告を済ませてくれ。俺はちょっとカゲロウの様子を見てくる。カゲロウですか？菊池場に残ったみたいでな、少し気になるんだ。それとナギ、お前菊池場で侵入禁止区域に入ったな。始末書すぐに書いて提出しろよ。すげえな、セプテントリオンのカレンがユイトのこと知ってるなんて。期待しているって本気で見込まれてるじゃない。カレン連隊長のお眼鏡にかなうなんて本当にすごいよ。うん、でも俺志願兵なのにな。やっと来たな。待ちくたびれて出たくないのに出てきちまったぜ。記録するからちゃちゃっと任務の報告をしてくれ。俺も早く仕事を終わらせてゲームしたいんだよ。救援信号だ、行かないと。俺も。ナギは始末書書けって言われてたでしょ。だけどユイとは行くんだろ。花火、渡るへの報告を頼む。あとナギの始末書書くのを手伝ってやってくれないか。俺は水波川に行ってくる。ユイト、気をつけろよ。嵐が助けを呼ぶなんて相当だぞ。渡るがフォローしてくれるだろう。頼りにしてるよ。ユイト、気をつけてね。ああ、いろいろ頼んで悪いな。ナギのこととか。本当だよ。ちゃんと無事に帰ってきてよね。
ユイト、確認してくれ。救援信号が発信された位置レーダーを送ったぞ。そこに嵐がいるはずだ。了解。うまく狙えれば任務の負担軽減になりそうだ。水墓川の開発特区ってどんなところなんだ。昔町の建設中に断絶の帯の状態が変わってな、怪異が多く降り注ぐ厄介な地点になっちまった。開発再開の目処も立たない。忘れ去られた幻の町だよ。この調子で行こう。敵が珍しいものを落としたみたいだ。ユイト、進路を確認しろ。道を逸れてるぞ。この調子で行こう。よし。外角の損壊を確認した。畳みかけろ。
に物資反応があるみたいだな。ちょうどいいところに来てくれた。見ての通り取り込み中なんだ。力を貸してくれるかな。もちろんです。そのために来ました。そんなにかしこまらなくていいよ。ここじゃ年齢も階級も大した意味はないからね。ああわかった。俺にも何か手伝わせてくれ。よし、いい返事だ。ゲンマ、ユイトとサスをつなぐぞ。了解した。嵐、お前の高速移動でターゲットの後方に回り込めるか。危険手当は出るのかな。そういう話は吹雪連隊長にしてくれ。仕方ない、正面は二人に任せるよ。カラスだ。頑張ります。やれやれ。何なんだあのドローンは。あいつらのせいでカイに気づかれたじゃないか。仕方がない、カラスのドローンには中継する権利がある。だがユイトの気持ちはよくわかる。よし、君たち後で口裏を合わせてくれよ。え、マジか。マジ、後で懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。そういえばユイトの超能力は念力だったね。せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら後から来るカラスも落としていいぞ。うん、わかった。どうなっても知らんぞ。そう。あっさり。
これで私はサボる。改革の破壊に成功。一気に攻めろ。今回は働きすぎた。もう何もする気が起きないぞ。しかし、カラスのドローンを撃破した件はどうする？奴らの取材活動を意図的に邪魔するのは軍規違反だが。カイイと間違えて撃退したんだ。仕方ない。ユイトも分かっているね。ああ、不可抗力だったってことだよな。ちょっと気が引けるけど。まあ気にするな。君はなかなか見込みがあるぞ。仕方ない。そういうことにしておこう。まやるべきことはやったわけだし、周防に戻ろうか。そうだな。ゲンマさ、ゲンマ。なんだ、その足引きずってるみたいだけど、もしかして怪我をしたんじゃ。おや、本当だ。まずいな。ここでまた面倒な怪異に遭遇すると危険だぞ。大丈夫だ。足を引きずるぐらいだから痛みがあるんだよな。せめて応急手当てぐらいはしないと。しかしこの辺りは危険だ。早く移動した方がいい。そうだ、この近くにうちの家族がセーランに移動するとき緊急退避所として用意しているユニットがあるんだ。そこなら安全に治療できるんじゃないかな。そいつはいい。ユイト、案内してくれ。了解。今1データを送る。オッケー。確かに近いな。ゲンマ、ここへ着くまで我慢してくれ。別に俺は。痩せ我慢はやめたまえ。君は無理をしすぎるところがあるからね。ここがスメラギ家の避難ユニットか。一般のユニットよりも設備が豪勢だな。そうなのかな。そうだ、ここを瀬戸に教えて瀬戸隊のセーフハウスにすればいいんじゃないか。ここはいかにもアジトっていう感じで居心地がいいぞ。セーフハウスって何？本部とは別に各班が独自に持つ避難所のようなものだ。海抜群ではアジトと呼ぶ。今回みたいに負傷者が出た時に助かるんだよ。あ、そうだった。ゲンマ、傷を見せてもらえるかな。何が大丈夫だ。血まみれだったじゃないか。ゲンマは本当に痩せ我慢ばかりするな。別にそういうつもりではない。アドレナリンが出ているからさほど痛くなかったのだ。わかったわかった。それにしてもユイト、驚いたぞ。治療の手際が新人とは思えなかった。俺もともと体が弱くて、子供の頃から自分一人で薬を飲んだり怪我の手当てをするってことが多かったから。そうか、ご両親も忙しかっただろうしな。ああ、親父は知っての通りだし、お袋は俺が5歳の時に怪異に殺されて、うちにはメイドもいたんだけど、結局何でも自分でやる癖がついた気がする。うん、自分の力でやるのはいいことだ。ま、私が言うのもどうかとは思うが。そうだな。
嵐はもう少し自分のことは自分でやるようにした方がいい。吹雪連隊長も心配するぞ。吹雪連隊長？嵐と何か関係があるのか？君は意外と世間のことを知らないんだな。私と吹雪は兄弟なんだよ。え？嵐が吹雪連隊長の妹？逆だ逆。海抜群を見た目で判断してどうする？私が姉で吹雪が弟だよ。嵐の潜在能力はセプテントリオンにも引けを取らないと言われている。サボり癖さえなければな。失礼だな、ゲンマ。私は無駄が嫌いなだけだよ。さて、少しここで休ませてもらおう。どうせスオーに戻ったら書類書きだの、戦果報告だの、カラスの取材だのが待ち構えているからね。お邪魔します。おや、君は確か一条海抜群病院の理事長家のお嬢さんじゃないかな。あ、嵐スプリング隊員？いやいや、呼び捨てでいい。というか呼び捨てにしてくれ。毎年新人はこういう反応だね。すみません。はじめまして、花火一条です。病院は本家のおじが経営しているので、うちはノータッチなんですけど。そうか。ま、病院だの製薬会社だのには関わりがない方がいいね、お互いに。花火持ってきてくれたか？うん、薬とか非常食とかいろいろ。ここのユニットの備蓄品そんなに古かったの？使用期限切れのものがいろいろあってさ。親父ももう長いことセーランに行ってないから仕方ないのかもな。あ、ゲンマに使った薬と包帯はちゃんと期限内のものだったからな。気を使わせてすまんな。ところで二人は仲がいいようだが、海抜群に入る前からの知り合いか？幼馴染なんです。一条の家とスメラギの家ならそういうこともあるだろうね。ま、せっかくここまで来てくれたんだ。ゆっくりしていきたまえ。はい。嵐がユニットの持ち主みたいだな。広報用の顔と普段とで随分印象が違うんだな。